降りしきる雪の中、屋上での戦闘は続く。覚醒したミヤケンにストレンジジュースが加勢するが、亀男の反撃にあって2人は窮地に追い込まれてしまう。その様子をなすすべもなく見守るユウタ。この窮地を打開する方法はたった一つ。それは次回パンチライン大晦日だよ冥界門。あれ、糸ちゃん、サブタイと内容が噛み合ってないよ。そういうこともあるんだよ。